こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですがね、最近ね、やっぱり自分のね、体調が本当にね、優れなくて、まあ人生のね、どん底にいるとか、なんかね、うつ病だとかね、なんかね、すごくね、まあネガティブなね、話がね、すごく多くなってしまって、まあそこをね、克服するために、まあどうすればいいかっていうようなね、そんなね、話をね、すごくね、していて、やっぱりね、なんとなくね、ネガティブなね、話がすごく多くなってしまって、まあ皆さんにはね、お聞き苦しい。そんなね、点ばかりね、ちょっとね、見せてしまっているかなーなんて、そんな風にね、思っております。それで自分がね、将来っていうかね、もうね、近い将来ですよね、もうそんなにね、長く生きられない、まあ人生ね、まあ100年時代って言われていますけど、まあ100年まではね、100歳まではね、どうしてもね、生きられないんじゃないかななんて思って、もう80平均寿命85歳ぐらいだとね、もうね、あと30年しかね、残りがないんだななんて思うとね、じゃあこんなことね、うつ病なんかにね、なってられないななんて思ってまあいるんだけど、でもね、やっぱり今ね、この現状をね、なんとかね、打破しないといけない。まあそれをね、焦って、まあね、無理にね、こうポジティブにね、なって、それでね、まあ無理に睡眠時間を削って、前みたいにね、睡眠時間を削ってまでなんかね、やると逆にね、余計こうね、気持ちがね、落ち込んでしまったりしたりとか、まあ体壊したりとかね、まあ今体実際壊してるっていうようなね、そういった状況なので、まあまあ無理はね、しないようにはね、したいんですが、まあ今朝ね、たまたまっていうか毎日ね、読んでいるんですけど、まああるね、インフルエンサーの方のね、LINE がね、毎朝7時にね、届くんで、それをね、読んでいる中で、まあ、応援力っていうようなね、そんなね、話がありました。まあ、応援力っていうね、まあ、本をね、出している方なので、ちょっと調べてみればね、出てくると思うんですけど、やっぱりね、人の応援をするっていうことがね、すごくね、重要だなぁなんてね、そんな風にね、思います。そのね、方はね、もうインターネット、ビジネスっていうか、そういったものがね、出始めた頃、本当にね、ブログとかそういったものでね、まあ最初始めて、それでね、1日もう十何時間それをね、やっていた、そのね、やっていたことっていうのがね、ほとんどね、人のね、応援をすること。応援って言ってもね、なんかね、直接行って手伝うとかそういったものではなくて、例えばなんですけど、まあね、なんか質問とかあったね、こういったことがね、あったんですけど、わかる方いますかとかね、言うと、まあそのことに関してね、自分で調べて、知らなくても自分で調べてね、まあこれこういう風にね、やるといいんじゃないですかとかね、まあそうやって、まあ人のね、こう困っていることをね、手助けする、それがね、応援かなーなんてね、そんな風に思います。それをね、こうずっとねやっていたっていう、まあ例えばですけど、何かね、コメントっていうかね、なんか投稿があったら必ずコメントをすること自体がね、応援っていうようなね、そんなねことにねなっていって、それをねずっと続けていると、逆にね、今度応援される側にもなるし、その応援するっていう行動自体がなんかね、自分のねやる気っていうものをね、まあ引き出してくれて、それでね、やる気が出ればやっぱり行動をして、それでね、行動すればやっぱりね、結果も出てくる。まあ失敗もね、すごくね、たくさんあると思うんですけど、行動すれば必ず成功するってわけではないけど、行動すればするほど失敗もあるけど成功もねあるっていうことで、だからこそ行動しなければならない。そのためにね、大事なことがやっぱりね、人の応援をするっていうようなね、そんなことをすると、まあだんだんね、自分のやる気が湧いてきて行動できてくるっていうような、行動して、それでね、やっぱり行動することがね、本当にね、一番ね、重要なんじゃないかななんて思います。これね、もう本当にね、10年以上前のね、まあことをね、まあやっていたことを、まあ、それでね、成功していった方なんですけど、まあそのね、10年以上前のね、そういったインターネットビジネスがね、始まった頃のね、そういった時期と今もね、
やることっていうのはね、もしかしたらね、本質的にはね、全く変わらない。まあ、やることって言って、こう、稼ぎ方とかね、そういったのはね、全くね、変わってはきているんですけど、本当のね、根本的なね、やること、人のね、応援をしたりとかね、まあ、そうやって行動をするっていうこと自体はね、全くね、変わっていないんじゃないかな、なんて思います。それでね、自分の目指すところ、まあ、自分はね、まあ、幸せになることがね、目標として、まあ、掲げていても、人生の目標で、ですよね、幸せになるって、まあ、それがねもう生まれてきた全人類がね幸せに、ね、なるっていうようなね、そんなこうもう義務みたいなものでね生まれてきていると思うので、幸せになるためにはね、こんなって今ねうつ病にだからとかね、そんな風にねなってなく、それをねやっぱり改善していって、最終的にね死ぬ時にね、あ最高の人生だったなーなんてね言えるようなね、そんな人生にねしたい。そのためにはね、まず一つ一つねちっちゃなねことをねやっていく、その中の一つがまあ人のね応援をする。まあ人のね応援していると多分ね、大体ね偏方性の法則っていうのもねありまして、まあ応援される側にもねなってくる。今ねなんかねわからないんですけど、自分本当にね、人からねこう応援される、まあ、そういったね今自分の現状を話すと、まあ、無理しないでくださいとかね、いろいろね声かけてねもらえる、これもね応援されるっていうのはね、今まで自分が行動してきたことのねものがねこうなそれが返ってきているのかなーなんて思って、応援されるとやっぱねすごくね自分も嬉しいですし、なんかねちょっとやる気もね出てくるっていうことなのでね、まずはね自分がね応援してあげることで応援してもらえてって、これもねこう繰り返しでだん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 ねどんどんねこう気持ちとかそういうのも上に上がっていくし、まあもしかしたらね収入、何かねそういった収入にねいやらしい話になってしまうかもしれないですけど、収入もみんななんかね、いやこう自分がね何か やるときにそれにね賛同してもらえたりとかね、そんなことをしてねどんどん自分の目指すねところにね向かっていくんじゃないかななんて思うんで、まずはね応援力っていうそんなねことすごくね意識していきたいことだななんて思ったんでね、ちょっとね今日かまあ、たまたまね朝ねそのインフルエンサーの方がねLINE でちょっとね応援の話をしていたので、ちょっとね自分それをね使わせていただきました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。